千金。どうもどうも、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ロト6の動画でございます。で、はい、今回なんですけども、まあ、ロト6ですね。もう週に1回なので、なんかちょっと、ロト6ボケしてる。はい、ロト6ボケしてます。はい、ということで、今回なんですけども、まあ、いろいろちょっと、まあ、今回は今回の考察ということで、立てさせていただいておりますので、そちらの方、ご説明の方していきたいと思います。企画千金。今回ですね、ちょっとまあいろいろおさらいじゃないんですけども、まあ、1等、2等、3等、4等、5等ってあるじゃないですか。で、正直、1等を狙うのはね、かなり難しいなと。僕みたいな、まあ、言っては、本当、初心者考察レベルじゃ、とても当たんねえなというところでございまして、まあ、いろいろ考えたんですよね。だから、まあ、確率で言ったら、じゃあ、極端な話ですけど、僕、まあ、1000円購入で、まあ、一攫千金したいっていう、まあ、少額投資関連のですね、動画の方をたくさん作ってるんですけど、まあ、1000円が、極端な話、2000円あれば、2倍じゃないですか。でもね、それだったら、よくよく考えたら、4等を当て続けたら、6倍収入になるんですよね。まあ、せっかく言うと、5倍ほど入ってくると、まあ、原価もあるんで、5倍ぐらい儲かったなってなるんですけど、だったら、4等当てりゃいいじゃんと思いまして、まあ、ちょっとだからそこに着目してですね、買い方の方考察していけたらなと思っております。はい。で、一応確認なんですが、4等の確率っていうのが、分数で言いますと、34,827分の4,995になります。遠いよね。これマジで遠いですよね。だからロト6ほんと難しいなって最近めちゃくちゃ思ってます。はい。で、ちなみに、5等が435,461分の11,100の確率なんですよね。で、それを考えて、じゃあ4等当てるにはどうしたらいいんだっていうことなんですけど、まあ6分の4。だから4等って4つ当たら、数字取らないとダメなので、6分の4ですね。だから3分の2。だから3つ選ぶ中で2つ当てていかないとダメなんですよ。ってなったら、もう考えられる方法で言うと、要は4つ当てないとダメ。で、4ついきなりじゃあ読めるんだったら、もう逆に言うと、4つとも正解読めるんだったら、僕の話2等3等狙えるんじゃんって話なんですよ。だから4つを確実に狙うんだったら、じゃあ半分。だから、2個ですね。2個は固定しちゃおうよと。いう感じで、ビンゴ5に続きまして、今回も固定法でございます。はい。で、まあ、予想方法なんですけども、まあ、正直、僕、いろんな、まあ、数字ですね。まあ、前3回分の数字をさ、後半あたりから、考察しだしたんですけど、もう読めないんですよね、マジで。読めない。本当読めない。はい。だから、まあ、初心に戻るということで、前回の数字、だから月曜日の数字ですね。から、読んでいくという形でやっていきたいなと思っております。で、前回の、当選番号が1、24、28、33、35、42になっております。で、まあ、初心に振り返るということで、まあ、基本的には前後数字、もしくは桁を変えた数字がいいよということなので、今回ですね、ピックアップした数字は、2、10、11、15、18、22、23、25、27、32、34、36、38、40、43。こちらのですね、数字から、選んでいきたいと思っております。はい。で、今回ですね、まあ、どれじゃあ固定しようかな、という感じなんですけども、まあ、本当勘なんですよね。僕は基本勘なので、まあ、28の、前後数字が27と29。で、桁変えた数字が18、そして38になっておりますので、今回こちらですね、28を18に変えて、これ固定かけます。はい。で、1のフロントですね。だから、こう、振り幅が多いんですよ、今回。だから、まあ、1の一番反対で10。で、1の次の数字は2。で、1の桁変えた数字が11、21。まあ、極端に言い出した31、41もそうなんですが、まあ、それもちょっと省こうと。フロントでそんな番号来ないから。はい。で、今回、だから、1番目の数字が、前回系、前々回とか見てると、ちょっと、なんか流れが読めないので、ここはもう固定しません。はい。固定しないようにします。で、じゃあ、もう一個、じゃあ、どこ固定するのっていうのが、後ろから2番目ですね。5番目の数字ですね。35。こちらの方の固定をします。で、今回チョイスしたのが、まあ、1個後ろの数字ですね。36。こちらを固定して、これで2個固定じゃないですか。
万が一なんですけど、これが当たれば、で、あと残り3つ予想するので、ごめんなさい、4つですね。残り4、あとですね、残り4つ固定しますので、まあその中で2個触れりゃ当たりじゃんという感じですね。めっちゃ浅はかでしょ。めっちゃ浅はかなんですよ。でもね、皆さん、面白いことしないと面白くないでしょ。ということで、じゃあ早速ですね、当選結果見ていきたいと思います。作戦金、まずいきます。4、クソが、マジでないじゃん。13、あ、13はある、13ある、13がある。はい、17、17いいよねえ。19、あー、クソ1個ある。あー、クソ、18の固定、ミスったー、ミスったークソだわ。そして30、うわ、ないない。そして43、そしてボーナス24、ないない、36、ない。はい、じゃあ今回なんですけども、ですね、候補の予想数字の中にもなかった、なかった。だから今回単純に外した。これだからあれですよね、もしこれがだからまあ36と18が仮にですけど合ってたら、この C のところでまあ13と43が合ってたんで、4等確定ということだったんですけど、まあ多分ね、4等狙っていくとか、まあ毎回お話ししますけど、オト6で確実に当てるってなったら、間違いなく固定法ですね、使わないとダメだなと思いましたので、まあ、またちょっとね、これに懲りず、いろんな方法も試しながらなんですけど、一時はバラバラで選んでたんで、今回からはちょっといろいろ固定法の方ですね、にこだわってやっていきたいと思います。では皆様、ご視聴ありがとうございます。じゃあ、ええー、わ。